取り込み中か？いや、ちょうど終わったところだ。じゃあな、おっさん。ヒーロースーツか。どんな攻撃も効かねえ無敵のスーツだ。紋付きハカマンって感じでイメージしたんだがな。名前も？いや、遠慮しとくよ。金のことなら心配すんな。もしかしてもう他の誰かに頼んじまってんのか？そういうのはヒーローとして一人前になってから考えようと思っててさ。そう、俺がなぜジャージを新調せず、それは初心を忘れないためでもあるんだ。なるほど、そういうことか。俺が一人前になったら改めてお願いするよ。とりあえず明日また来るから、んじゃな。体力あり余ってんだからバイトでもすりゃいいじゃねえか。確かにそのジャージだとヒーローっていうよりフリーターって感じだな。期限だぜ、おっさん。じゃあこいつはもらってくぜ。なんだ今のやつは。この店なくなんだよ。え？ニヤニヤローンって闇金だ。ニヤニヤローンだと？それならここじゃねえよ。おめえ何者だ？隣の部屋の者だ。趣味でヒーローをやってる。おめえヒーローだと？俺たち兄弟が賞金組だと知って捕まえちまおうって腹だな。そうか、賞金組か。あいつ、急いで社長に連絡だ。てめえか。本当にニヤニヤローンの社長なのか。店の権利書を返してもらおうと思ってな。ああ、尻が破れた時力ずくでなんとかなると思ってんのか。大体の事情は分かった。俺に考えがある。法律で定められた利息分で考えると、呉服屋の借金はすでに完済されているんだ。その法定利息を超えて支払われた利息を過払いというらしい。ぎゅーっ。やはり止めるべきだったか。無茶だからすんなよ。永久賞金組の称号は伊達じゃねえぎょ。永久ぎょ。闇金、下着泥、偽札犯、警察はもう呼んである。まとめて突き出せば家賃くらいにはなるだろう。あ、別に着なくても構わん。ただこいつを受け取ってほしい。これは俺の最後の仕事。はあ、というな。まあそんな話があったんだよ。しばらくは恥ずかしいからジャージの下に着てたんだけどさ、とにかく大事なもんなんだよこれは。なるほど。先生は捨てたいと思っているけど、思い出が邪魔をして捨てるに捨てられず。それは？しかし先生、これを機にスーツを新調するのもありかもしれません。俺がプレゼントします先生。つか本当に俺の話聞いてたのかお前。